津駅前の飲食店や企業の関係者で作られた津駅前ストリートクラブと津市に本社を置く設備工事業アルファが連携し、防犯対策などに役立ててもらおうと毎年行っている取り組みです。点灯式では津市の前場康之市長が、街が明るくなる年末、皆さんに楽しんでもらい津駅周辺の発展につながってほしいと挨拶しました。イルミネーションには津市内の各家庭で使わなくなった LED 電球を使うなど、環境に優しい取り組みが行われていて、冬の街並みに華やかな色とりどりの光がきらめきました。イルミネーションすることによって、この境町公園自体が明るくなって、子どもたちが安全に、歩けるような街づくりをしていきたいなというふうには思っております。エコイルミネーションは来年2月末まで点灯しています。